平安通法生様平安通法は、その中造地、時期ともに確定していない淵の戦果である。千広氏は大きく分けて、ただし様、広縁、応用と3系統がある。安南戦説、長崎市中戦説、家ジキ戦説、文後小倉説などがあるが、いずれも確実な根拠はない。遺跡からの発掘例が9例あり、内6例が東北地方に集中している。 言語ではない線分を刻むことと墓や寺院に関連した湿度状況から宗教的な目的のために作られた外然性が高い。発掘状況と遺跡の存続期間から考察すると、東北地方のどこかで17世紀初頭頃、鋳造された説が最も有力である。理科学的研究によると、鉛同位体比は全て中国河南の範囲にあり、しかもかなり集中的な分布を示す。 平安通報が日本での生産とすれば、中国からの一括原料供給を受け入れられる、地域で特殊な状況下で鋳造されたことを想定しなければならず、中国での鋳造の可能性も十分に考えておかなければならない。江戸時代の書物、千犯によると、平安通報を安く交渉図懐人の婦人種になる、とのことから安山のお守りとして、 支中の間に出回っていたことが伺える。おそらく貨幣と、いや商船、両面の性格を備えた戦果として扱われていたと推測される。ありがとうございます。